い、皆さんこんにちは、れなです。今日はまた鳥羽に来てます。たまたま先月行ったばっかりなのに、今日はホバのモニターツアーに誘われて、3日間ホバをプラプラしながら体験できる場所を見たいと思います。1つ目は前回も行ったホバの三木本真珠島です。前回映ってないところとかもあると思うし、ちょっと三木本真珠島をもう一回見たいと思います。橋を渡って入り口です。今日はちょっとあいにくの天気の中で傘を差しながら三木本真珠島を見たいと思います。今日はプロフェッショナルのカメラマンもついていくので、なんか写真撮影をちらほらやる予定です。この鳥羽市にもっと外国人を来てもらいたいので、こちらにあるアトラクションを外国人にテストしてもらって、いろいろフィードバックをしてもらおうという3日間のツアーです。こちらが他の参加者です。あと、まあ、案内してくれる三木本真珠島に働いてる方、この前で天さんが現れました。Here is every year, every half of the day. And they don't take breaks, unless, like I said, the weather gets really, really bad. But in that case, like yesterday, the wind was quite high. So they'll move the location from here just to the other side of the island where it's a little bit more sheltered. Do you want to come in?この機械でオイスターのが元気かどうかをチェックできる。元気じゃなければこのようなテキストメッセージが来るらしい。可愛くない？苦しいよーみたいな。めちゃくちゃでかいパールを見つけた。これやばくない？これぐらい。これで三木本パールミュージアムを見終わって、体験してからフィードバックをする、改善点を洗い出すみたいな感じで、今から行います。うどんかな、うどんかな、ちょっとうどんかな、うどんかな。なんかね、メニューがいろいろあるのに外国人がみんな同じ天ぷらの伊勢うどんを注文したみたいです。こちらのお店で天ぷら伊勢うどんがおすすめらしいです。来ました、伊勢の天ぷらうどんです。おいしそう、いただきます。落ちてる白い服は間違いだったかもしれない。お菓子がない、おいしいうどん。ごちそうさまでした。ここの伊勢うどんがめちゃくちゃ美味しかったし、量もちょうど良かった。これでエネルギーをもらって次の体験を楽しみにしてます。今から車で浦村町、浦村町かわいい名前だね、浦村町に向かいます。そこでアンカーという、ゲストハウスがあって、浦村町のいろんな体験を今日体験します。楽しみです。到着、忘れ物のないように全部のものを出して、ここ今日
泊まるところを安価に着きました。じゃあ始めますね。いいですか？はい。じゃあ、はい。Nice to meet you. I'd like to explain in English today. 私が今日泊まる部屋を紹介したいと思います。玄関があって、で、ここでも靴で入ってもいいよ、上がってもいいよって言われた。で、ベッドが2つあって、ビューもめちゃくちゃいいビューがあって、あとは結構広めの日本のバスルームに。おお、広い。体験を始めよう。始めましょう。行きましょう。はい、漁師のツアーを始めます。今でも雨です。やだな、本当はなんか病んでほしかったな。傘を差すか差さないか悩んでます。では滑りやすいです。気をつけましょう。 Hello. Hello. It's real life jacket. OK.If you wanna vomit, okay. Please vomit to the sea. ここの船に乗ります。気をつけながら船に乗ります。Thank you. おお、怖い。かっこいい。もう一つのグループはあっちの船にいます。Where are we going? Raf, like an oyster aquaculture spot. あ、小さい。小さいけど。かわいそう。あー、逃げてた。いやー、悲しい。やったー。やったー。やったー。体験と言われたら、働かせる。いや、体験。どうでしょうね。仕事やらせるっていう感じで。